ミンククジラとは、ヒゲクジラアモクに属するクジラの一種である、ナガスクジラかナガスクジラ族に属するコイワシクジラとも呼ばれる。このクジラ種はかつては、クロミンククジラと単一のタネバラエノプテラ、アキアトロストレイタとされた上で、生息する海域によって、北半球のオホーツク海にし体平洋系群などに分けられていた。現在ではこれらは別種とされ、 既存学名を引き継いだ北半球の B、アキアトロストレイタは、英名では、コモンミンクホエールとされる。また、北半球の B、アキアトロストレイタについては、北大西洋ミンククジラと北太平洋ミンククジラの2アシュに分けられることがあり、さらに南半球に確認された賠償型のドワーフミンククジラを加えた3アシュとされることもある。また和名では、 小はしくじらとされるが、岩しくじらと特に近縁というわけではない。なお、陸上動物のミンクとの関連はなく、名前の由来は、19世紀にこのクジラ種を、白流すクジラと誤認したマインケという、ノルウェー人のクジラ鳥の名がなまったものではないかと、されており、マインケが誤認を、他のクジラ鳥から冗談交じりに揶揄されたことによる、命名だと思われる。なお、英語のミンカホエールは、 ミンキーホエールと発音する。和名については、もともと小岩シクジラが標準和名として用いられていたが、ミンククジラの方が現在では多用される和名となっている。ミンククジラはヒゲクジラアモクの中では2番目に小さいクジラ種である。成獣では、オスで平均体長6.9メートル、メスで7.4メートル、報告された最大の数字は、 それぞれ10.7メートルと9.8メートルである。成獣の体重は平均して7トンから8トンの範囲となる。妊娠期間は10ヶ月で、誕生時の体長は2.4から2.8メートルとされる。生後5ヶ月ほどは、哺乳によって成長する。ミンククジラ2種は、1960年代の南極海での試験創業で確認されるまで、同一の種とされ、極端な違いは見られない。 ミンククジラの手びれには白い模様があるが、黒ミンククジラの手びれに模様はなく、それが顕著な外観の違いとされる。遺伝子レベルでミンククジラに近いとされるドワーフミンククジラは外見でも手びれに白い模様が見られる。ミンククジラは他のヒゲクジラ同様、高緯度海域の接触域と低緯度海域の繁殖域の間で大海遊を行う。また、例外的に南極で越冬する。 ミンククジラもいるが、これが、どの足かは不明である。ドアンフミンククジラは、日本の調査捕鯨の研究調査により、アシュに分類され、以後捕獲対象から外されている。ミンククジラの生息数は、国際捕鯨委員会によると、南半球における1985から90年の調査で、黒ミンククジラは72万頭程度とされていたが、1992年から2003年の、 調査ででは51.5万頭程度まで減少している北西太平洋とオホーツク海では1989の90年の調査で2.5万頭程度、北、大西洋中部及び北東部については2002年から2007年の調査によると8.1万頭程度と推定されている。IWC のヒッターフィタープログラムにより北西太平洋のミンククジラの資源量は 比較的好意状況にあり近年増加傾向にあると分析されている。ただし、IWC による北西太平洋とホーツク海の生息数推定については、日本の研究機関は過小な推定値と主張している。2007年にアイスランドの海洋研究所は、ミンククジラが2001年以降に激減したという調査結果を発表した。グリーンランド製法海域については、 2007年の調査では1.7万頭と推定されている。ミンク,クジラは捕鯨の対象となっている。日本では主に戦後以降に取られ、1985年の商業捕鯨モラトリアム以降では、ノルウェーによる商業捕鯨と日本による調査捕鯨、グリーンランド先住民による生存捕鯨の3形態を中心に捕獲が行われている。IWC の統計によると、 2007年には、ノルウェーが商業捕鯨として、北、大西洋で597頭、日本が調査捕鯨として759頭、アイスランドが北、大西洋で商業捕鯨6頭と調査捕鯨39頭、デンマーク領グリーンランドの先住民が169頭を捕獲した。2019年7月の日本の商業捕鯨再開に、再始。 水産庁が設定したミンククジラの年間捕獲枠は171頭となっており、引き続き捕獲対象となる。日本と韓国は低地網で偶然に混格されたミンククジラの食用などへの利用も許可しており、日本では年間100頭ほどが水揚げされている。ミンククジラは同程度の大きさのクジラ種であるシャチの飼育に使われるような大型の飼育施設が必要となる。過去には 日本の伊豆、ミトシーパラダイスにおいて飼育されていた実績がある。現在はミンククジラを飼育している。水族館は世界中でも存在していない。ありがとうございます。